やっぱりワードがすごく覚えやすいのか、すごいいろんなところでいろんな人に言ってもらえましたね。それはなんか反響あるなっていうか、そういうのが実感できる、なんか前回のなんか放送されてる期間はありましたね。なんか前回の方が照れがもっとあったというか、なんかもうちょっとこうなんていうんですかね、今回よりも、うん、なんだろうな、もうちょっとなんかこうやり取りが多かったというか、今回友達だけでなんかこうどうすればいいんだろうっていう話からわちゃわちゃするっていう気持ちの流れの方がすごく自然で、なんか慣れなのか何なのか分かんないですけど、前回よりなんか安心しながらできました。ドヤ顔してました。恥ずかしいですね。してましたで言うと、最近の夜ご飯がほぼほぼ焼き鳥です。98% くらいの確率で焼き鳥です。あんまりこう趣味とかもあんまりなくって、外に出かけることもあんまりなく、前はまだジムとかは行ってたんですけど、本当ジムにも行かなくなって、なんか最近の変化って言われるともっぱら焼き鳥を食べてます。このそもそもその焼き鳥っていうようになってしまったのは何がきっかけだったの？もともとお肉は好きなんですけど、焼肉より焼き鳥が好きになって、焼き鳥のこう美味しいお店とかに行ってからめちゃくちゃ美味しいなと思って、そこからすごい急にドハマりして、昨日ももちろん食べましたし、なんか毎日のようになんか食べてますね。やっぱり動くという意味ではボルダリングはすごい気になりますし、美味しいものもきっとたくさんあるだろうっていう予想はたくさんあるので、うん、なんか動いて食べて、なんかこうショッピングじゃないですけど周りを歩いたりお散歩しながら帰ったりっていうのはものすごい理想な休日だなって思いますね。動っていう字ですかね、動く。なんか今回舞台今年最近までやらせてもらっていたんですけど、舞台でもかなり動いて、その舞台に入る前もアクションを結構やってたので、アクションで動いて、その前の作品でも飛び蹴りをしなくちゃいけなくて、なんかそういうの練習したりとか、すごく役として体をこう動かす役が多かったなというか、ちょっとこれからはなんかいろいろまだ言えないこともたくさんありますけど、頭で先に考えるより体で温度を上げていく感覚の方がなんかお仕事としては今年多かった気がすごくするので、うん、印象で言うとお仕事で言うと動く、あとプライベートで言うと動くようにしようっていう、ジムは行かなくなったので動きたいなと思って、うん、最近散歩とかはするんですけど、うん、印象としては動という字が一番なんかしっくりくるかもしれないです。今回は宮下パークですけど、ミッドタウンとかも施設をたくさん回らせていただいているので、もっともっとなんかこうきっかけっていうんですかね、取り組みとか考えた方であったりとか、そういったことにもたくさん触れていけたらなって思います。
でもやっぱ趣味増やしたいですね。趣味とかで、なんていうんですかね、その芸術とかもそうですけど、まあ、その運動とかもそうですけど、なんかにちょっとこう興味を持って趣味を作ったりとか、好きなものをこう充実させたいなっていうのは、まあ、今ってよりずっと思ってて全然それがなかなか見つからないんですけど、やっと海外に行けるようになったりとかもあって、なんか今年はちょくちょく行かせてもらう機会があって、あ、すごい久しぶりだなと思った時に、やっぱり一気に視野が広がるというか、感性がこう自分の感覚だけじゃない、違う人のこう感覚感性に触れる瞬間がすごく多かったので、うん、なんかそんなことを思ったりします。私が三井不動産のさまざまな施設を巡りながら展開していく三井のすずちゃんシリーズ CM の第2弾となっております。第1弾から成長している三井のすずちゃんをぜひご覧いただければと思っております。次は皆様のお住まいの近くの施設に訪問するかもしれないので、ぜひ楽しみにしていてください。